NHK ウィークリーステラとは NHK の関連団体 NHK サービスセンター発行の週刊テレビ情報誌である。略称はステラ、氏名の由来はサテライト、テレビジョン、ラジオから。ステラの前身は定期購読専門として発行されていた NHK の広報誌、グラフ NHK であり、これを1990年5月23日から 書店などでの一般販売を行うため指名変更及び週刊誌に携帯を改めたものである。紙面構成は、主として NHK で近々に放送が予定される注目番組をカラーグラフで紹介するほか、1週間のテレビ、番組表、NHK のラジオ番組表、イベント情報などが掲載されている。2004年3月17日からは、 テレビ雑誌の競争劇化から関西版も創刊されているが、現在地域版の発行は関西のみで、それ以外の地域は関東版を利用する形となる。全国版との違いが少なく、維持が困難であるとして、2020年9月30日発売の10月9日号で休刊することが同年7月8日に明らかとなった。現在の番組表のページは、 編集方針としては番組解説は NHK の番組、特にドラマやドキュメンタリー、キャンペーン、スポーツ、衛星放送番組を重視しており民放ドラマの解説は相対的に少ない。バラエティ番組については解説を事実上他のテレビ誌に譲ることがほとんどとなっている。NHK のミニ番組でさえもたしに出し抜かれることがある。しかし、 NHK の番組情報誌である性格上、媒体露出に制約の多い芸能人が NHK に出演する場合であってもたテレビ誌をしのぐ情報量で勝負できる強みを持つ。NHK の情報番組のあらすじが放送時に紹介された図録付きで再録されることがある。今日の料理など NHK 出版などがテキストを刊行している番組に関しても扱いは 多くない。全国版の放送局表記は他のテレビ雑誌とほとんど変わらないが、関西版では毎日放送と朝日放送を一般的な表記である、MBS テレビ、ABC テレビと表記せず、毎日放送、朝日放送と表記している。両版とも独立 UHF 局の番組表は掲載していない。関西版ではテレビ、 東京系列のテレビ大阪の番組表が掲載されていなかった時期はあるが現在は掲載されている。これは同局が大阪府域の放送局であることを考慮したためである。例年11月頃に閉じ込みで NHK アナウンサー名館を特集として組んでいるかつては NHK のアナウンサーに加えて民放キー局5局及びその系列局のアナウンサーを 網羅していた時期もあった。電子番組表の普及、またインターネット上で簡単に最新の番組情報が入手可能になったとして、2022年3月30日発売の4月8日号をもって休館。32年の歴史に幕を下ろすことになった。前進紙、グラフ NHK の1979年時点での発行部数は交渉52万部。 テラの2017年8月時点での発行部数は、交渉13万部。その他、オリンピック、FIFA ワールドカップの開催に合わせた、同様の臨時増刊号が発行されている。ありがとうございます。